京都マサダ宇治店の販売担当新井と申します。本日は CX30 の魅力を徹底的にお話ししたいと思います。よろしくお願いします。こちらの CX30 は国内でも特に人気のある SUV のモデルの中でもマツダの CX3 それからマツダの CX5 の間を埋めるポジションとして誕生しました。若い家族連れの方に特に注目いただいておりまして、全てのグレードに2駆と4駆の設定があり、特に国内では貴重な6速のマニュアルミッションのモデルも設定しており、質感や実用性を両立して求めていただけるお車に仕上がっております。CX30 の内装は人間中心のコックピットになっておりまして、また包まれ感っていうものを意識して作られております。センターのメーターフードを中心に左右に流れていき、ドアの延長までつながるインテリアと、また内装は落ち着いておりますが直感的に操作しやすいボタンの配置となっております。CX30 は後席も広く作っておりますので、180センチの方まで2人乗っていただけるような車内の高さをキープしておりまして、快適なドライブを楽しんでいただけます。それでは CX30 のエクステリアについて説明させていただきます。いかがでしょうか。こちらソウルレッドの CX30、マツダのメインのカラーでございまして、 CX30 でも特に人気のある色でございます。マツダでは駆動デザインというテーマをもとに、こちらの CX30 でも車をただの鉄の塊というものではなくて、生命感のある動物のようなデザインを取り入れております。またボディ、下部のクラッティングという黒い樹脂の部分についてですが、こちらある程度厚みを持たせることによって、夜間にはブラックアウトをして、この上部のボディが宙に浮いているように見えるような効果を表しております。またこちらのクラッティングがあることによって、後ろに伸びやかに見えるというのも意識して作られております。ドライバーモニタリングという装備がオプションで装着できます。センターディスプレイの赤外線カメラ、夜間でも対応できるように赤外線 LED も搭載されており、まばたきの回数や、またまぶたの開き具合、それから口や顔の向きなどで、危険な居眠りや脇見運転を、常に CX30 が見張ってくれています。